お題からいただくんですよね。さて、ちょっと宣伝になりますけどね、田村まさか、ね、覚えていただいて、まあ、YouTube でモノマネなりね、あ、そう、YouTube の中にはね、今日のこういった毎日の様子なんかもありますし、実は今日はやらなかったんですけどもね、吉田拓郎さんが大好きでね、吉田拓郎さんのカバーなんかも上げてますし、それから、テレビに出たシーンね、テレビに出たシーンはね、基本的には載せちゃダメなんですよね、嫌がるんですけども、ローカル局はね、まあいいんじゃないかなって言ってくれるところは載せております。偽物ですってやってますから応援してくださいね、時々 YouTube を見てください。さて、私音楽家です、アルバムがいっぱいあるでしょ、ね、まあそこそこの実績がある音楽家なんですって言って自分で言うしかないと思います。お笑いください、さて名曲っていうかね、オリジナル曲がいっぱいあるんですよ実は、ね、ちょっと何曲か残った時間手伝ってください、付き合ってくださいね、まずは優しい感じの曲です。 G スプリング聴いてください、はい、ありました。本当ね、たまたま出会ってよかったなと思います、それでね、コロナになってこれもう3年余りでしょ、お客様もよくまあ認識してらっしゃると思うけども、舞台人、音楽家、みんな仕事がなくてね、お金がなくても大変だったんですよね、私らの仲間もね、もう消息が、途絶えちゃったやつもね、何人もいたりしてね、ところがね、私はね、このオカリナのおかげでお金に困ることなく、まあのんきにね、こうやって舞台も毎日のようにやってるしね、なんでかってね、これね、オカリナ始めた頃、何の宣伝もしてないのにね、オカリナを教えてほしいっていう人が集まってきたんでね、まあ要は教室ができちゃったわけ。それで私ね、まあその教室で、まあ、何を教えるも何もない、こんなの一緒に遊びながらやってるんだけど、まあ檀家さんと呼んでるんですよね、これね。檀家さん、どんどん増えていって、檀家さんが今50人ぐらいいるわけ。ね、それで月に2回ずつぐらい檀家さん回ってるわけね。まあ、結構忙しいわけですよね。で、檀家さん回ってると、お布施をいただいてくるね。ありがたいな。いや本当にね、もうこれがね、本当にありがたいなと思ってね、まあ、このコロナの影響のもとにもかかわらず、ね、そういったことでね、まあ、お金に困ることもなく、ね、やってこれたのは、お金のおかげだよ。まあ、だからっていうことはどういうことじゃないんだけど、簡単な楽器だから、お客さんもやってみたらいいと思いますよ。あらゆる楽器の中で、一番ものになりやすいと思いますよ。これ、吹いたら音が出るし、ね、指だけ練習したらいい。ね、それでね、楽器屋さんに行ったらね、大体7000円ぐらい、まあ今は何でも値上がりしてるから高くなってるかもしれないけど、まあ、7000円ぐらいから売ってるんですよ、ね、ただ
田村まさかオカリナ奏者として注意しておきたい助言があります。音痴です。めちゃくちゃ音痴です。値段は安いんだよ。せいぜい高いものの3万円ぐらいのものなんだけど、例えば2万円の楽器だからいいか、いやそうでもないです。音痴です。私は全て携わった楽器は調律して使っております。まあ、調律してもダメなやつもありますけどもね、調律して使っております。だから大丈夫なんだけど、お客様におかれましてはね、オカリナを買うときに注意、高いものは買う必要ない、安いのでいいです。安いのでいいんだけど、お店の方にね、田村まさかに言われたんだけど、ね、音痴じゃないやつを選んでちょうだいね私の名前使ってください。これ事実ですから ね、まあ、そういうわけでね、やってください。で、まあ、もし不安だったらっていうこともあってね、私のその教室の人、受講生、まあ、檀家さんとかね、に私の調律したこの楽器、まあ、安い楽器ですよ、8000円の楽器だけど、私の愛情がこもってます。440Hz で調律したやつがいくつかありますから、何個かだったらお分けできますよっていう話もあります。まあ、買ってくださいっていう話とまた違うからね、お金でやってみてください。さあやってみてくださいって、今日たまたま会っただけでどうしたらいいの。私ね、サービスいいですよね。YouTube にね、田村まさかオカリナ講座検索してくださいね。指の使い方、息の使い方、タンギングって、ね、指のベロの使い方ね、それとかですね、いろんな曲を取り上げるでしょう。その取り上げるその指の使い方のその練習の仕方のコツなんかを一個ずつ上げてるんですよね。だんだん増やしていこうと思います。それでね、私のサービスはね、その YouTube の、 曲、例えば、曲の、ね、概要欄にね、使う楽譜、それから使う伴奏、ね、それが無料でダウンロードできるようになっておりますからね、ぜひ活用してくださいね。そういうわけでオカリナ、ね、私は良かったよという、まあ、幸せをお分けしたいと思います。さて、ね、まだいけますね。次もね、優しい感じの曲です。ベーシックシーンというアルバムから5番のおぼろを聴いてください。この曲も YouTube でやってますからね。
聴いていただきました。ありがとうございます。これね、今ね、2曲聴いてもらったけど、このオカリナってね、テクニックじゃないような気がするんだよね。その音色を楽しめるような曲、あの楽器だから、あの努力しないでいいですよね。それが何よりいいですよね。ピアノなんか大変ですよ。私はこれだけ指が動くんだってみんな競争し合ってますもんね。だから大変です。やっぱり100年ぐらいかけて練習しないといけませんね。まあオカリナを楽しんでください。あのそれと値段が安いっていうのはいいですよね。芸能人格付けチェックってあるんですね。見てましたら、3万円の鈴木のバイオリンと10億円のストラディバリウスと、あなた違いが分かりますかってやってますよね。10億円ってどうするんですか。買えないですよ。あ、まあ、この中に持ってる人もいるかもしれないけど ね、あの例えばね、このピアノ弾いてるでしょ。あ、ピアノ弾いてて、あ、そのピアノいいね、1個ちょうだいそんな人いるわけないじゃない。オカリナやってるとね、オカリナ、あ、いいね、1個ちょうだいっていう人がいるわけですよ。まあ、そういうわけでね、オカリナいいです、ね、高いものは買わなくていいからやってみたらいいよっていう話です。さて、もう1つか2ついけるかな、お付き合いくださいね。今度はね、リズムのある感じの曲ですよ。F スプリング聴いてください。さて、もう最後の曲になります。あと1曲お付き合いください。夏の終わりのセミナーでこれでお別れしたいと思います。あとはね、 YouTube で時々お会いしましょうね
ゃあ今日もね本当にたくさんのお客様ありがとうございました。きっと何かのご縁があったんだと思いますね。時々 YouTube でお会いしましょうね。本当に温かい拍手ありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。